してみましょうか。巻きタバコって言うんですか。巻きタバコですね。これ危ない葉っぱですか。危なくないですよ、普通の普通のあれです。どこでこれ買うんですか。これこれはね、どこで買ったかな、昨日、うん、友達の、うん、お見舞いに行ったついでに、うん、なんかタバコ屋があって。タバコ屋でいるんですね。そうですね、結構綺麗なタバコ屋で。うん、おー、できた。意外といっぱいある。もうできた。生かしとですね。生かしでしょう。まあ、海外のなんですか。これ多分海外ですね。有限会社モリソン商会。あ、めっちゃ日本語で書いてある。クラシック。なんかバーコードが下2桁が80やったら日本製ってことでしょ。いや、違います。違いましたっけ。上のこれが、これで多分国になるそうです。5ですか。おーい。でも押したら黒リンパですか。押したらもうすぐ黒リンパしようですね、こいつらは。一瞬で黒リンパですね。一瞬で黒リンパ。これ作るのも面白そうですね。これね、面白いんですよ、実は。普通、手で巻く方が僕は面白いんですけどね。あ、手で巻く。手で。これはじゃあ、一種の便利ツールみたいな。そうですね。フィルターですね。フィルターです、うん、危ない薬ではない。危ない薬ではないですね。え、この紙も2種類あるんですか。紙、これがね、オーガニックと、これもオーガニックなんですけど、また違うんですよね。こっちの方が朝っぽい。なんかね、油取り紙としても使えそうな。多分使えるでしょうね。使えるでしょうね。こんな風にあるんですね。便利なんですよ。まだこう自分で巻いたとなるとまだね、なんか美味しさが増しそうな。あ、めんどくさいだけですけどね。めんどくさいだけですね。これもタバコ屋で売りようんですか。タバコ屋じゃないと買えないんじゃないですかね。最近のタバコ屋っていうのかな。最近のタバコ屋、なんかいろいろ種類が置いてあるんですよ。タバコ屋がどんどんなくなる中で。そうですね。